ち出すところで岩尾は見られてましたんで一つ飛ばしました西川。まあこういったところに最後尾に西川がいますから、こういった長いそこが高いレベルで行っているんで後半に得点が多いんでしょうね、はいはい、戻ってきました。そうですね、シンプルに長いボール奥を走る、間に合います、折り返し、うん、いや素晴らしいキック、そして奥尾のランニングも非常に良かったですね、さあここからですね、後方に一気に酒井へパスこぼれた、西川から背後に、西川の抑えの効いたパント、明らかに列として後半ボール切れてから少し前線が活性化してますから、はい、そのようなフィードモールでありますから、はい、西川のレーザービーム、これが通る、さあ西川らしい興梠の足元に入れてくるフィードです。続きのプレス、かわした、落ち着いている西川、ヒヤッとしましたけれども、このちょっとヒヤッとしたシーンです。この岩後こう、枚数的にはお西川から素晴らしいボール、西川がパスでちょっと剥がそうという、最高さん西川周作、さあ関根にコンビネーション、守備の役割、そして、ボールが来た時に落ち着いて中へつなぐ部分というのが重要。石川のピタリとピンポイントボールを送っていく、さすがの西川ショルツで、ベリントンが山岸に代わってこの後今西川選手入っているように上手いですし、はい、いいポジションを取れるので、今度は酒井が高い位置、一気に前、一気に前、飯倉が出たが、おお、チャンスだぞ、酒井打つ、後半が始まって20分が経過しました。よく返しました、飯田のいいボールをね、次のゲームでは優勝をかけた戦いになります。西川ヒード岡村の、こういうボールが嫌ですね、サポーターからすると。一気に押し上げていく鹿島のディフェンスライン、もう西川に対してプレスはそこまでかけに行きました、しかしこれが繋がった、酒井を使いました、ライン際は3-3-3-1で動かしましたけどね。そうですね、そして酒井宏樹ターゲット、ここがターゲットになるんですが、カピシャーバ狙っていました、頭で落としたボール、頭まで下げたんで、エクマリノスは全体の守備ラインを上げます、秋元に届けた石川、いや本当にこのヒート正確ですよね、右足でしっかり高橋につけました、西川までは満田誠がプレッシングに出ました、そのプレースを受けて長いボールで回避、これがピタリと合います、キーパーまで下がりにて泉のチェイス、なんとか伊藤敦樹の元に帰ってきた、ちょっとこの西川から長いボール、さあ前線受けたんでスラス、ペカリットファンへ走る、これはブロックされましたけど、その後のこう高価な試合の切り替えも伊藤素晴らしかったですよね、で先ほど判定のファール左にイエローカードが出ています、ここで興梠前を向きます、あのレッツのこう守備陣を攻略するためにはエフマリノスはしっかりここを使っていきたいですし、石川が背後に走ったミンセン、フォローがあって高橋着きました、いやさすがのパスだ西川周作、はい、判定も収める、このことで
でやっぱりなかなか浦和としてはコンパクトな状況で数的優位で確保のポイントって形は作れないんですよね。はい、セカンドボール拾う、関根狙う、ワンバウン